メリカのエンターテインメントニュースサイトデッドラインによると、大統領選に出馬したカニエ・ウェストは水曜日11月4日太平洋時間午前10時30分の時点で候補者名簿に載った12州で6万761票を獲得したという。 AP 通信による内訳は、アーカンソー州4040票、コロラド州6254票、アイダホ州3631票、アイオワ州3202票、ケンタッキー州6259票、ルイジアナ州4894票、ミネソタ州7789票、ミシシッピ州3277票、オクラホマ州5590票、テネシー州1216票、ユタ州4344票、バーモント州1265票とのことで、テネシー州が最多だった。カニエは火曜日11月3日、人生で初めて投票に行った様子をツイッターに投稿していたが、早々に敗北宣言した模様。かつ米大統領になることは諦めていないようで。